有料級営業の極意、こうすれば受注できる、クロージング以外の超重要ポイント、経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。営業はヒアリングスキル、クロージングスキルが重要だと思っている人は非常に多いと思います。ですが、どんなにヒアリングスキルが高くても、クロージングスキルが高くても受注できない営業パーソンもいます。そこで今回は、営業の極意、こうすれば受注できる、クロージング以外の超重要ポイントを分かりやすく解説します。ちなみにこれはね、有料級のですね、情報だと思っていただいても結構です。というのは、そうですね、9割5分の、営業パーソンの人がですね、このことをしっかりできてないんです。そしてそのために契約に至らないっていうことが起こっています。さて、まずは結論からお話ししましょう。営業はアポイントに始まり、アポイントに終わると言っても過言ではありません。アポが途切れたら、その商談は終わりという気持ちで臨むことが大切です。どんなにヒアリングがうまくいっても、見込み客にニーズがこう高まってきたとしてもね、しっかりとアポを取らないと受注ができない。これはもう現実です。例えば、手応えのある商談、そして角度の高い商談でも、相手がですよ、忙しいので次の商談は来月になったら連絡しますと言ったとしましょう。このようなことを言われて、それを鵜呑みにしていると、その商談ほぼアウトだと思って間違いありません。待てど暮らせどですね、相手から連絡など来ません。それに豪に明日あなたは電話をするわけですよ。ですが、相手は留守。再び電話をしますが、やはり相手は留守、会議中なんです。こんなことが2度3度4度も続くとどうなるかというと、あなたはしつこい営業パーソンだと思われてしまいます。では、このような場合どうしたらいいんでしょうか。このシーンというのは本当によくあるシーンだと思うんですね。実はですね、忙しかったらキャンセルしてもいいという条件で、仮でアポを取ることです。仮というところがポイントで、相手にしてみればキャンセルできるので、まあ気は楽なわけです。そしてアポ前日に確認の電話をして、もし都合が悪いのであれば、その場でまた仮アポを取れば OK です。ところが、日本人はね、非常に律儀なわけですよ。ですので、仮アポイントでもですね、こう手帳なんかにも書いてあったりすると、キャンセルする人はほとんどいません。よろしいでしょうかね。またこんなこともよくあります。提案して見積書を提示しました。で、相手は検討して来週電話しますなどというわけです。ですが、待てど暮らせど電話はなりません、残念ながら。できる営業マンは、検討して来週電話すると言われたら、検討結果を聞くためのアポを取るんです。こうすることで、相手も真剣に検討します。そして見積もりを出したままっていうのは、ある意味出しっぱなしのですね、案件、まあそういうね、いつの間にか断ち切る案件っていうのがなくなってきます。だから、ほとんどの営業パーソンは見積もりを出しっぱなしの案件を多く抱えてるわけですよ。で、その原因は、検討して連絡しますという言葉をもう簡単に受け入れてしまうってことですね。要は、相手に主導権を与えたら、まず連絡は来ない。これ頭に叩き込んでください。ですから、検討に期限をつけて、できれば検討結果は訪問して聞くっていうのは、これ最高です。うん。で、検討結果を訪問して聞く理由は、仮にね、断られたとしても、断る理由をヒアリングできます。そして、どのような条件であれば契約までいけるのかっていうのを明確にするわけです。そして、その条件に近づくように再提案をします。その場でできなければ、今度は再提案の次回のアポイントを切ると。ですね、検討結果を電話で聞くと、断られたときね、実は深いね、ヒアリングができないわけですよ。まあ、なぜ断ったんだろうとか、じゃあどうしたら、契約に至るんだろうかとかっていうね。まあ、なぜかって言うと、電話簡単に切ることできるじゃないですか。ちょっと今忙しいんで、いや、これから出かけるので、ちょっとここまででと言われたら、なかなか断った理由を聞くことができないってことなんですね。このように、営業は商談に入ったら、
契約に至るまで次回のアポを取り続けること、そうすれば契約できます。でこれがヒアリングやクロージング以上に超重要である営業の極意です。商談の中身よりもアポを取り続けることの方が大切、そしてこれを習慣化していくってことなんですね。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。